はい、皆さんこんにちは、さくらです。今回なんですけれども、サンリオピューロランドに今来てます。なんで来てるかと言いますと、テーマパークって言ったらディズニーランドに行くと思うんですけど、私ネズミより猫が好きなんですよ。なので今回サンリオピューロランドに来ました。普通テーマパークって家族とか友達とか恋人とかと一緒に来ると思うんですけど、まあ私そんな人がね周りにいないので、今回一人で来てるんですけど、一人でもサンリオピューロランドを楽しめるのかっていうことで今回やっていきますので、よかったら最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。かわいい、キティちゃん。めっちゃかわいいんだけど、来てみてくれないかな。ああ、見てくれた、かわいい。待って、めっちゃかわいいんだけど。ねえ、死ぬ。ツーショット撮りたい、キティちゃん。じゃあ清掃しようってことで耳を買います。どれにしよう。この辺ってクロミちゃん、ティーちゃん、マイメロ、ポムポムプリンとかある。どうしよう、パンギョロの耳。キティちゃん、どうしよう、迷う。クロミちゃん、だからな。はい、周りの音がうるさすぎたのでアフレコで失礼します。結局マイメロを選びました。これめっちゃ可愛くないですか。耳のところがふかふかしててね、可愛いよ。はい、フードコートやってきました。こんな感じ、メニューがキティちゃんとかマイメロとかいろんな食べ物がある。ラーメンとかプレート系とか、あとお弁当もあるんだ、美味しそう。パンが届きました。食べようかな。ポテト食べよう。いただきます。うん。ちょっと太め。カレーからいただこうかな。めちゃくちゃ可愛い。どうしようこれ。いただきます。どうから食べる。ルーは甘めかな。お子さんだと若干辛い。今も辛口です。マジでね、一人で来てる人いない。そうだ、まず最初に話さんといけんことがあって、前回の印良品のカレーの動画についてなんですけど、検証前、検証後、体重測ったことがあるんですが、体重計を移してないから信憑性がないみたいなこと言われたんですけど、確かにそうなんですよ。より良いだろうなと思いながらそうしたんですけど、なんでそうしたかって言ったら、足の目がちょっと変なんですよ。だから見せたくなくて、モザイクかければいいじゃんって話なんですけど、何にモザイクかけてるんですかって結局言われるんで、だからもう載せないっていう風にしたんです。なので写してないですけど、ちゃんと分かってるし、分かってもないです。こういう事情があるんだなっていう風に思っててもらえたら嬉しいです。
るとさ、なんかいいですってなっちゃうの。めっちゃ言うの忘れてたんですけど、ハーモニーランドが、あ、ボイカにハーモニーランドっていうか、ハーモニーランドが結構子供の頃に一緒に連れてもらってたんで行ったんですけど、ソウルランドが本当に初めて行って、びっくりしたのが、こういうところって屋外施設なんだと思ってたら、全部屋内にそう、びっくりしましたんで、めっちゃ暑いらしくて、最高気温が37度、8度ぐらいまで上がるらしいから、よかったと思って。すぐされてもらう。絶対指さしてくるけど、どうしようかな。無理。また撮影スポット的なところに着きました。七福神かな、サンリオの。かわいい。マイメルちゃんの食がある。かわいい。ちょっとめっちゃ綺麗。ミロちゃんの世界観がすごい。ワールドレストランの前ですね。なんちゅうとこれ。サーカスじゃないの。何っぽいっていうと、こういう衣装って。キティちゃんやろ。マイメロ、シナモン、キララ、キロッピ、お茶、ゆで玉。めっちゃ懐かしいんだけど、このポップコーン。近所のスーパーになかった？シナモンカフェにやってきました。かわいいよ、シナモンがいっぱいいる。買い物したのがカフェラテみたいなのを頼みました。いただきます。おいしい。いただきます。って感じがふわふわしてるし、やっぱりね、こういうとこ来ると幸せな気分。シナモンカフェだからさ、いっぱいシナモンがいるんだけどさ、シナモン見てるとさ、昔付き合ってた人のことを思い出すの。シナモンの大好きなメンヘラ元彼が思うんだけど、キムマヨはね、全然そんなことなくて、普通にかっこよく男らしい人だなって思って付き合ったんだけど、付き合い出してからね、だん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 メンヘラになっていってさ、なんでシナモンを見たら思い出すかって、LINE のさ、スタンプがさ、いつもさ、シナモンか、マイミロか、クロミちゃんなんだから、シナモンを見るとね、その元彼を思い出すの。シナモンとか、マイミロとか、クロミちゃんをピッて言って、人を見るとこの人メンヘラなんじゃないかなってちょっと疑い出してしまうの。言いながらも今私は頭が前メロなんだけど、この人もこうめっちゃいいと思うのに、本人言うのもあれなんだけどさ、マジ可愛いと思ってるんだけど、ティーチャーにせんで前メロにしてバリ正解やったって思って、彼のメンヘラ具合を言うとさ、常に何をしてるかを報告しないと怒る人なの。女の子やったらさ今日おるけど、男でそれって結構珍しいと思っちゃう。ちょっと LINE 返さんかっただけで、今どこにいるの、何してるのってずっとね追いラインが、めちゃくちゃもう面倒くさくて、確かに共感してもらえんかもしれんじゃけど、女の子ってさ、彼が LINE 返してくれないって言って悩んでる人多いと思うけどさ、そういう時にさ、くるくらい行く暇あるでしょ、ちょっとぐらい LINE 返す暇あるでしょみたいな言われたらさ、もうぶち切れて、それぞれ多分壁に投げつけてしまうもんね。ドーンあんまりね、連絡してっていうタイプではない。おはようとお休みぐらいは言いたいけど、この日一日何してたかとか別にどうだっていいし、仕事してるかプライベートの時間かどっちかじゃないってしか思わんけど、やっぱ寝とるか彼は真逆だったので、タイトル回収なんですけど、一人でも楽しめるのかっていうことに関して、普通には一人でも楽しめると思う。幸せな気分なんかすごい。ただ友達とか家族とか恋人とか一緒に来た方がより楽しめるのかなっていう感じですかね。一つめちゃくちゃ思ったのは、お母さん連れてきたかったなって思いました。うちのお母さんってこういうテーマパーク好きなんですよ。私と違って猫よりネズミ派なんで、ディズニーに行きたいってあの人は言いそうやけど、連れてきたかったなって思いました。多分ね、私の10倍ぐらいキャーキャー言いながらね、すごい騒がしいと思う。キティちゃんかわいい、かわいい、かわいいって言ってると思う。行きたかったなって思いました。Thank you.
構お腹いっぱいになった。この後は顔ぐるぐるした上で帰ろうかな。本当はね、いろいろ回りたかったが、結構もう人が並んじゃってて大変だったので、回れるところ最低限にはなっちゃいました。今回はピューロランドで爆笑食してみたら、どっちでも寂しくないのかっていうテーマでやっていきましたが、寂しくないと思うので、遊びに来てみてください。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方、ぜひチャンネル登録とかコメントよろしくお願いします。またね。はい、家に帰ってきました。ちょっと見てほしいって言うけどさ、耳つけたままさ、私電車乗って帰ってきちゃってさ、京王線乗って新宿で乗り換えてお家まで帰ってきたんで、新宿駅のど真ん中をこのカチューシャつけて歩いてたんですけど、やばくない？アラサーでこの頭で新宿の駅ど真ん中は痛いよ。ということで、買ってきたお弁当を食べますね。美味しそう。いただきます。うん、昇るご飯、美味しい。サイズ感的には、お子様サイズぐらいですけど、食べ終わった後は弁当箱として使えるんで、めっちゃ良さそうです。うん、今回の私みたいに持ち帰ってもいいし、フードコートで食べてもよかったので。ウインナーもキティちゃん。うん、うん、うん。コロッケかな、キティちゃんのデザイン。コーンクリームって感じかな。ごちそうさまでした。美味しかったです。今度こそありがとうございました。またねー。